第4回中野と赤白歌合戦。司会のしずえです。たぬきちだなもよろしくお願いします。ついに始まりましたね。皆さんのおかげで赤白歌合戦も第4回を迎えました。毎年たくさんの応援ありがとうございます。だなも、そして今年もスタジオに入りきらなかった住民の皆さんとは生中継でつながっています。中継先の皆さん、はい、みんな応援してるぞ。今年も楽しみにしております。さて歌を披露してもらう前に2022年の結果発表から参りましょう。コミュニティ投稿でアンケートを取った結果、このような順位になっただなも。1位はジャスミンちゃんとミッチェルくんのケケチャイナがダントツですね。すごい盛り上がりだっただなも。今年の審査員も動画を見ている皆さんだなも。どの曲が一番良かったかコメントで教えてください。わあ、早くみんなの歌を聞きたいよ。待ちきれ、早く早く。それじゃあ早速みんなに歌ってもらうだなも。最初に披露してくれるのはジャスミンちゃんとパッチくんです。はい。二人は何の曲を披露してくれるんですか？僕たちはケケのロケンロールを歌います。二人でたくさん練習してきました。ダンスは苦手だったけど、パッチくんが優しく教えてくれたおかげでうまく踊れるようになりました。ジャスミンちゃんだって歌の練習に付き合ってくれたじゃん。僕すっごく嬉しかったんだよ。パッチくん、はいはい、イチャイチャするのはそこまでだな。もそれでは歌っていただきましょう。ジャスミンちゃんとパッチくんでケケのロケンロールです。みんなも一緒に踊って盛り上がるだな。もどうぞ。先生も生徒も島のみんなものびのび踊り出しちゃうロケンロール。お二人ともありがとうございました。二人の息がぴったりだっただなも。あんなカップル憧れる。素敵でした。ふふー、ラブラブカップル。さて次に歌っていただくのはパンダ家族のお父さん、チャウヤンさんです。え？お父さんが歌うなんて聞いてなかったけど。実はチャウヤンさんが歌うことはタンタンさんに秘密にしていたんだだなも。え？パンダ家族のご夫婦はもうすぐ結婚20周年を迎えるそうなんです。今回は20年前にプロポーズした時歌った曲を披露してくれるそうだなも。まあ、お父さんがサプライズだなんて。たまにはかっこいいことするじゃん。ヒューヒュー。ということでタンタンさんもスタンバイお願いします。え、私も。それではチャウヤンさんで二段坂です。どうぞ。おびりなびりおびりななびなくえみおおびりなびくえくえみなおびりなびりおびりななびなくえおおなびびびくえなびりおなびなびりなびなびりなびくえくえみくえおくえおお父さん、ありがとう。私もお父さんと結婚できてよかったわ。お二人ともありがとうございました。結婚20周年おめでとうだなも。おめでとう。これからも仲良くね。夫婦喧嘩もほどほどにね。僕たちもジャスミンちゃんのお父さんとお母さんみたいに何十年後もラブラブでいようね。うん、パッチくんたら当たり前でしょ。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは次の曲に参りましょう。次はアップルちゃんとグミちゃんです。はい、
二人は何の曲を歌ってくれるだなも？私たちはケケハウスを歌います。たくさん練習してきたのでぜひ聴いてください。僕全力で応援するよ。二人とも頑張れ。それでは歌っていただきましょう。アップルちゃんとグミちゃんでケケハウスです。どうぞ。とてもいいチームワークだっただなも。可愛かったね。素敵だったわ。可愛かったよ。最高です。さて次に歌っていただくのはジーニャちゃん、ちゃちゃまるくん、メープルちゃん、ジュンくん、ジャックくんだなも。私たちゲンミ組です。皆さんは今回どうして歌を披露しようと思ったのですか？私たちは来年の3月に中野東中学校を卒業します。担任の元気先生に感謝の気持ちを込めて歌をプレゼントします。おいおい、お前ら何も聞いてないぞ。だって言ってないもんな。秘密で練習していたからね。ふんふん。それでは歌っていただきましょう。元気組の皆さんでケケ先生だなも。どうぞ。ございました。なんて最高の生徒たちなんだ。今日のことは一生忘れないぞ。ありがとうな。先生の泣き虫スイッチが入っちゃったね。喜んでくれてよかった。練習した甲斐があったな。ふんふん。それでは次が最後の曲になるだなも。へえ、早かった。残念です。今年1年を締めくくるのはあの曲しかないだなも。はい、最後の曲は毎年恒例のケケチャイナナのですが、今年は皆さん全員で歌いましょう。わーい、わーい、元気よく歌うぞ。それでは画面の前の皆さんも一緒に歌ってください。中野島のみんなでケケチャイナだなも。さて、すべての曲の披露が終わりました。どの曲が良かったかコメント欄で教えてたのも。みんなでケケチャイナを歌っていい思い出ができたよ。私も楽しかった。アップルちゃんとグミちゃんのパフォーマンスも最高だったよね。ジャスミンちゃんとパチくんの息
の合ったダンスも素敵だったな。そうですね。卒業前の思い出がまた一つできたね。ふんふん。二段坂は私の心に染みました。それでは今年の赤白歌合戦はこれで終了です。皆さん良いお年を過ごすだなも。それでは良いお年を過ごす。